お疲れちゃんスラットです。今日はですね、アップデート後フェニックスが大暴れしてますよと、もちろんね、あのデッキとも相性がいいです。さあ、こちらのエリゴルフェニックス地獄デッキやっていきます。さあ、フェニックス増殖環境が今来てますので、それのエリゴレバージョンですね。はい、やっていきます。ミラーも入って文句も入ってというとこなんですけども、あのですね、なんかいろんな方があって、これもう文句言ってもいなくてもお前なんか意外と影薄いよなっていう、このおじいちゃん。はい、なので文句の枠がトルネードになったり、それこそ文句はいるけどヒースピがトルネとか、なんかいろんな方があるんですよ。なので、文句はね、持ってない方もいると思うので、いなかったらトルネにしちゃってみてください。僕は今日はこれでやるんですけど、なんか楽なんですよね。ヒースピがいる方が個人的には楽で、文句がいるとね、やっぱエリゴレってロケットとかで処理されるのが辛いんですよね。そう、重ねて重ねてユニット重ねまくったところロケット打たれると、辛い。でもそこのロケに対してはあのフェニックスが強かったりはするんですけど、文句が言うとね、ちょっとおもろいんですよね。そうなので、ちょっと固めてね、ロケット誘って文句で、はい、ロケット反射ですをちょっとやりたいので、それをちょっとお見せするのがね、今日の目標というわけで、文句はちょっとマジで動画用キャラとして今後うわ強っ、もう今の使っていきたいですね。さあ、これエリゴレまで行くと多分ロッキーが来るんで、エリゴレまで行かなくてもロッキーが来た。さあ、いうところで文句を事前に出しておいて、やべえ、なんか当たった。スキル使えると熱いですね。さあ、でもロッキーを使ったので、行っちゃうか。一旦フェニックスがね強いんでね、はい、でアナゴブリンブレラも無視ですね、守れないんでね。いやー、ヒースピ強い。で、ヒーラーがいないけど、結局みたいな。で、さあ、カウンタータイム。さあ、タワーへもカウンターして、さあ、プリンも処理と。なんか折れそうじゃない？もしかしたら。いや、折れるは言い過ぎたか。さあ、なんか文句のカウンターでね、プリンの処理とか、マジックアーチャー、吹き矢の処理とか、ロケホンの処理とかもできるんでね、それがマジで強いんですよね。弱点はね、逆にこうロケット押しとかをカウンターしちゃうとキング起動しちゃうっていう、強すぎるがゆえにね、みたいなこともあるので、ちょっと気をつけたいかな。さあ、これライドラ出して文句出してロケ対策したいけど、そんなコストがねえんだな。いや、これはマジで仕掛けます。ロケ来ます。いや、間に合わない。ちょっと待って、サービスしてるやついた。さあ、今のは、そういうこともあるよってやつですね。マジで。全部を残そうとして、ちょっとね、間に合わなかったですね。全部なくなったわ。さあ、そういうこともあるよと。フェニックスマジで呪文に強えな。死んでも残るかな。さあ、散らして。じゃあ、もう一回やる？じゃあ、もう一回やるね。リベンジさせて。はい。これでロッキー来んかったらやばい。いや、ロッキー来んのやん。一回時差ワンテンポ置いてきましたね。いやー、うまい。え、待って、めっちゃうまい。さ、めっちゃうまいけど、さあ、フェニックス強い。復活です。ロケット撃たれて復活すんのがもう、やべえんだよな。さあ、というわけで、こんな、なんかね、カウンター狙って、のんびりやってても、勝てます。はい。トルネあるとね、相手陣地のプリンとかマスケとかの処理は楽かもしれないんですけど、なんかいちいちトルネで引っこ抜くぐらいなら、もうフェニックス追加、レイジーヒースピ追加みたいなしとけば、もう事故ってくれるかな。あとはね、文句の反射でなんとかなるんで、みたいな。さあ、エリゴレです。なんかマジ、フェニックスミラー。強すぎてもう、フェニックス出すだけデッキしかいないんでね。なんか今、なんかないっすね。良さげな、美しいデッキが。ロイジャイぐらいかな。なんかロイジャイ、文句とか、なんかね、考えればホグとか、ホグとかには入んねえかな。フェニックスとかも。多分、下方入ればね、フェニックスが。絶対ラバフェニックスとか、ゴレフェニックスとかも強いと思うんですけど、もう今はもうフェニックス無限が強すぎるんで、もうそんなデッキが今ないっすね。
もうエリゴレかミラーかみたいな、もういっぱい出したやつが強いんだよっていう環境なんで、いっぱい出していこう。さあコウモリか、これフェニックスだけ出して後ろから組みますか。エリゴレヒーラー、まあフェニックス、まあヒーラーからいくか。さあゴブリン、あゴブリンも4体になったんですよね、マジで4体めちゃくちゃ楽しみだったんですけど、もうフェニックスが強すぎてもうどうでもいいみたいなところがねちょっとあるのが良くないっすよね、マジ。あーでこれ相手マジであれかも、ゴブリンのやつは入ってないパターンかもっすね。エリゴレが入ってないフェニックスミラーっていう、これのエリゴレ抜きみたいなことがあるんですよ。なんかそれの可能性はちょっと高いっすね。そうエリゴレおらんでも結局フェニヒーラーで勝てるやろっていう、まあその通りなんですけど、なんでエリゴレがいないバージョンのほぼエリゴレみたいなのもあるのもある。さあいいよ、キンキドしたい、竹が変わる、変わってはねえか。さあ復活したい、おかえり卵にゃ、惜しいね。あれなんかめっちゃ入ってんじゃん。いやマジ文句ガン無視でいいんじゃない俺。まあ、文句ね、なんかこれもなんかなんあれっすね、刺されば強い系の類だと思うんですよね。ホバとかマザニクとか安定はなんかしないと思ってんすけど、4コスなんで、うん、まあ、おもろそうなカードって感じかな。さあライトラ最強、あーマジでちょっと安い、一旦防衛、あのカウンターしとこう。カウンターというかこれあの文句のなんか文句言ってると、なんか怒っとんのかみたいになりそう。あの文句のスキルはカウンターだけじゃなく発動時に 80% ダメージ軽減もあるんですよ。そう全部を反射できるわけじゃないので、まあ、投げ技とか遠距離呪文のファイボロケとかマスケの銃とか吹き矢とかああいうのは反射するんですけど、単純にね目の前のこうパンチ、ナイトのパンチとかああいうのは反射できないので、ああいう全てのダメージを 80% 軽減するっていうのもあるので、まあ、めちゃんこメリでスキル使っちゃうと普通にダメージまあ8割軽減とはいえダメージ受けちゃうので、ちょっとダメージ HP 多めの時とかにスキル使って 80% 軽減も活かしながらやると結構長生きするんで、意外と早めにパッパ使ってもいい気がするな。さあ長生きキャラっすね、イカチーマジでデッキがあんきつマジでエリポンフェニックスさめっちゃ強いんだけどさ、疲れたらマジで気分悪くなるんすよマジこれしかも今あれが いねえからさ、あのエリゴレなかったんでこうやって攻めるしかない。いやめっちゃいいアイスピー、アイスピー強い、おバカが、おアイスピーが強いね。さあマジでやだなこれ、しんどいっすね。さすがに回復してあげて、まあダメージ受けちゃうんですけど、僕も完全カウンター狙いでいきますこれ。ヒーラー、待ってヒーラーめっちゃ怒られてる。あーこれ近畿度されなそうなんで、ちょもう一回形組んでもうやりに行きたいですね。さあエリポン来る、いやここっすね、まあ文句いらないっすね今回に限っては。うん、フェニフェニエリゴレフェニ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 エリゴレフェニフェニっすね。あカウンターずっと受けてる。あれやべえ、ミスターヒーラー2体だった、ヒーラー2体だと回復し頑張れ。ちょマジでフェニックス1体しかおらん、最強火力のフェニックスが、まあ、ヒーラーでいっぱい回復してもらってみたいな。いやバカなノックバック2やれ、
さあ一旦ね、いやでもあれだ、ヒーラー2体で、え、リゴリか、あれフェニックス強いんだけど、エリゴリも強い。あ、でも相手あれ回復すんな。うわマジで、うわやべ、守られたのやば。あ、これ終わった、あ、これ終わった、地獄が来る、やばい、お前が本当に地獄が来る、マジでやめてほしい、地獄が来そう。卵、あの卵がさ一発殴ってやってくんねえかな。さあちょっと防衛で一旦頑張ってもらわなきゃ、やばい。フェニックス卵やれ、よし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 、いやいいぞ、一旦粘って、ちょっとユニット貯めてこう、ユニット文句で、あの文句でちょっと回復して、よし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 、うざくなってくるぞこれ。いやここの競り合い勝つのはマジでかい。さあエリゴレ最後は添えるだけ、左手は添えるだけ、いってらっしゃい。いやいいねいいねいいね、いやちょっと守られた時はねヒヤ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 しちゃいますけども、ライドラ残してしかユニット残せばね、最後やっぱヒーラーの回復とヒースピの回復があるので、まあ最終局面までいけば勝てるんじゃないかなと思いますね。まあトルネードとか欲しい方はもうヒースピか、はい、文句捨ててください。じゃあ俺は文句で、あの相手の呪文をひっくり返したいね、雪玉とファイボでね、雪玉ファイボロケぐらいか。うん、マジで暇、エリポンはねえんだこのデッキ。あ、これエリポンがれるわ、ポン。まあ文句結構でも出し毒だな、うん、まあ行くしかないっすよねこんな。ワンチャンいらないエリゴレどうよ、新しいで、あの 80% 軽減、無敵じゃねえけどね、さあ軽減で耐えてもらって、よいこれよ、これ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 、今なら文句を盾にして、文句がずっと鉄壁で耐えてる間にダメージをさ稼ぐ。あれちょっと強いな、まあナイトでいいとかってなんのかな、わかんねえけど、さあきついです、シンプルにきついです。まあライドラか、ライドラ文句に、いっ強っ、やべやべ、うん、いや強っ怪しいなこれマジで、普通に、なんかもう文句フェニックスしてる方が強いみたいなとこある。さあここ押し切りたいっすね、エリゴレ、エリゴレ、いやいやこれ勝てねえっすねさてはどうなんだろう、あ、やばい、突っ張りモード、あーやばい、チコツ使うの忘れちゃうなマジで。さあエリコンだけ貯められるのマジで渋い、ライドラ強いんで、いやースケルトンの使い方うまいっすねあれ、今のライドラは最強、フェニックスも最強、文句もちょっといいのかな。さあやめてください、ライドラのチェン、あ、これヒースピもう一回足していくか、まあ、こうなるとライドラちょっと強いですね、相手のスケルトンうまいっすねマジ。うわーこれ怪しいなもうやべえ卵壊れろ、まあ、低めっすねマジ、低め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 、目で一旦耐える。お？だからドラゴンバックだからさ、ヒーラーがマジでいらないっていう事件。いやこれ折れるっすね、なんか苦しそう。
か文句のカウンターでなんかいい感じに、いやマジでわからんマジでわからんけど、しっかり低めのユニットでね対応しなきゃ、マジあのごっちゃごちゃゾーンに出してもフェニックスの火力で壊され、爆破でちっちゃいの消えてってなるんで、多少ダメージ受けててもなんか確実に対応しないと、気づいたらあのはい沼になってますよ。うん、いて、はい、シーラね、シーラね、シーラね、好きにしな、ウォールブレイカーなんて好きにしな、ドラゴンつけて、ドラゴンつけて、ヒーラーもつけちゃいたいな。さヒーラー、あ待って、おう、うわマジで強い、それやばい、あーキア強い、ちょっと待って、あのあれごらん、モンクモンク、おーキア強いね、確かに。このモンクには弱いんだけど、フェニックスに対してはすごい優秀なカードだね。さあこれは無理せず行くしかないっすね。左はしゃない、大砲が入ってんのな、なんか珍しいっすね、大砲強いっすね。これでも文句ゲー、吹き矢相手出せないですからね、これ。いやーそっちから竹取っちゃうか、吹き矢の竹取ってたらね、文句があの吹き矢も処理できてたんですけどね。おお、いやめっちゃ強い吹き矢、マジ。いやらしいデッキっすね、ちょっと。いや、まあ呪文がポイズンあったら終わりだけど、なければ耐えゲーのエリゴレの力を見せてやろうじゃねえか、おい。大ピンチだけどね。よいしょ。頑張れ、応援はしてるぞお前ら。応援はしてる、応援しかできねえんだ、いけガイドル頑張れ、ガイドル頑張れ、ガイドル頑張れ、キングまで、やばいやばい、キングまで、キングまで、キングまで、ヒーラーなんて出してる場合じゃない、キア強い、キア強い。いやこれなんかタッピーさ、タッピーでしたねこれ。私トルネードか、やっぱこうなるとね、こういうなんだろうね、文句で倒せると思ってるけど、そうやっぱうまく噛み合わない相手にはトルネが欲しくなってくるので、まあせっかくなら最後の方はトルネにする。いやだ文句のな、あの呪文ね、スーパーひっくり返しやりたいんで、ちょっとヒースピをね、ヒースピめっちゃなんか相性いいんですけどね、ヒースピちょっとさよならしますね、トルネにします。さあエリゴレ、エリポンやめて、エリポンやめて、スパーキーとか使うやついねえだろうな、もう一生キョキョさん、キョキョさん、キョキョさんに文句使ったらマジ消されるかもしんねえな、やばい、見ちゃったね、びっくりよ、泣くよね泣いてる相手が、あーマジこれだるいっすね。エリポンのやつだと思うんですけど、あーそうっすね、ザップ型なんでヒースピがないのはちょっとでかいな。もう俺のこのテオドサイクル的にも暇なんで行くしかないです。で、モンクの、ディガーの、あ、モンクレイジか。ライドラでもいいんだけどね。よいしょ。さ
さ、鉄壁だからな。いやマジで 80% 軽減でさ耐えてんのやばいな。あれバカ勝て。うわマジで強え。文句バカ強え。文句じゃねえ、あ文句フェニックス両方バカ強え。このバカのダメージちょっといらないっすよね正直。マジで強すぎる。フェニックスフェニックス。まあでもこっからよね。エリゴレの力はあだ間に合わないんだ。そうこれが今までだったらさやっぱ全然間に合うって概念だと間に合わないんですよね。これがもうなんかあの爆破でさ卵でみたいな、もうなんか事故になってもう間に合わなくなっちゃうんですよね。悲しいお話。20秒。いやマジで強マジえ強。もう爆破でこのねノックバックしてノックバックして下がってきちゃうっていう、これがマジで強いんですよね。フェニックス攻めもマジ強いんですけど、いや防衛強すぎてエリゴルフェニックス強いんですけどね、エリポンフェニックスにしばかれちったな。さあいやーちょっと勝ちたかったんですけど、ちょっと皆さんもぜひこのエリゴレフェニックス、いや強いんすけどエリポンフェニックスバケモンすぎてちょっとやばいけど、はい、ちょっとエリゴレ好きな方はぜひやってみてください。よければチャンネル登録もお願いします。ではおーつこちゃんです。またね。